はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3月のね、2日3時を回りましてですね、日経平均は本日マイナス255円。あかんやん、ほんまに。まあなんか午前中ね、勢いあったのに午後ふにゃふにゃふにゃとなって、下落に転じました。29,380円ですか。29,408円ですね。で、止まってます。なんなんでしょうね。アメリカの長期金利は 1.41 ですから、まあ落ち着いてるやんという世界ですね。ドル円は 106.82 って円安気味。原油がね、60ドル切りましたね、59.79 って。これからこの需要期が過ぎますんでですね、若干こう下がっていくんかなという気がいたしますね。今この前ガソリン入れたら137円でしたかね、あの1リッターが。はい、まあ安くなった方が日本経済にはいいと思いますけども、行きましょう本題。ふっとなんかあの花粉でちょっとね、頭がぼーっとしてきましたね、ほんまね。いやいやわ、窓閉めました。花粉ってあの空気清浄機置いたらちょっとマシになるんですかね、室内は。やったら買おうかなと思ったりして。ええわ、行きましょう。3月2日でございまして、ザクザクです。こんな記事あります。中国が台湾からパイナップル輸入停止、不当な圧力で日本の出番か。石兵士、甘くて美味しい日本人の認知広まれば、角田氏、東日本大震災、台湾の支援を忘れるなと。長いタイトルやわ、ザクザク。まあね、言いたいこと全部言うとこうなんでしょうけど、これタイトルっていうかもうリードやんこれみたいな感じですね。ちょっと読んでいきましょう。習近平国家主席率いる中国政府は1日から台湾からのパイナップル輸入を停止した。昨年以降検疫で有害生物を何度も検出したと説明しているが、台湾側は納得しておらず、中国の不当な圧力と訴えている。台湾ね、パイナップルってちょっと意外ですけどね、ちょっと飛ばして。台湾のパイナップル生産量は2020年は約43万トンって結構あるやんね。で、うち4万5000トン外出され、95% が中国向けだった。日本におけるパイナップル輸入は19年のデータで15万3000トンだが、台湾から輸入は982トンと全体の 1% にも満たない。43万トンね。で、日本は15万トン輸入してるのね。ええやん、そんなブラジルから買うよりも台湾から買いましょうよ、パイナップル。ほんまに。43万トンのうちそうやね。中国は4万5千トン買うてたわけでしょ。日本は15万トンを輸入してるわけだから、その3分の1台湾から買うてあげたらちょうど中国分やんっていう。いうことですね。そしたら、あんなお前らに買ってもらんでもええわっていうことを言えるわけです、台湾は。買いましょうよ、みんなパイナップル食べようよ、台湾製の。このため台湾は今後日本などへの輸出を拡大する方針という、あれですよ、あの店頭に並んでるの見たらね、買うようにしますけど、僕パイナップル買う係ではないんでね、我が家庭の、うちの買う係に言うときますけど、台湾製だったら買いやってちなみにオーストラリアは昨年4月、中国に対して新型コロナウイルスの発生源に関する調査を求めた。中国は翌5月、オーストラリア産食肉を検閲上違法な状況があったとして輸入停止にした。いやらしいでしょ、中国という国はすぐこういうことやるんですよ。昔ね、あのノーベル平和賞が都合の悪い人に中国の方に出そうになって、その時ノルウェー政府に圧力をかけたんですけど、ノルウェー政府とね、ノーベル賞委員会は違うんでね、そんな言われてもかなわんって言うてるうちにね、ノルウェーのね、鮭凍たらへんっていう話だったんですよ。うるさい、嫌な、もう、いやらしいことしそうでしょ、ほんまに。まあ、そういうことやってるとね、いつかね、報いを受けるんですよ、きっと。そもそも尊敬されませんからね、そういうことをする国というのは。続けましょう。今回のパイナップル問題をどう見るか、中国事情に詳しい評論家の関兵士は、
台湾のパイナップル甘くて美味しく、大半は現地で消費されている。民進党の支持基盤には農業従事者も多いため嫌がらせをしているのだろう。中国は台湾の半導体を輸入したければ、輸入しないわけにはいかないため、パイナップルにとどまっているのではないか。なんかえらい大きな音がしましたね。どうしたんでしょう。日本人に台湾のパイナップルの認知が広がれば十分に中国の嫌がらせを帳消しにできるだろうと語った。もっと台湾支援を呼びかける声もある。作家でジャーナリストの門田高弘、読み方わからへん。門田高は流星の流ですね。将は将軍の将、読めへん。高弘なんでしょうね、きっとね。は、中国によるいつものやり方と言っていい。今こそ日本人が立ち上がる時だ。東日本での台湾の支援を忘れてはならない。旅行に行けない今、SNS などを活用して台湾産パイナップルを食べようという輪を広げたいと語った。ということでね、私もね、言うてます。皆さんね、台湾のパイナップル見つけたら買うてあげてくださいね、ほんまにね。東日本大震災のね、支援とかなんとかもそういうことよりもですね、中国から不法な圧力さらされている国ですね。日本も尖閣で毎日のように不当な圧力にさらされています。そういう国は連帯してですね、お互いの価値観である自由と民主主義を守らなあかん。なんか綺麗事言ってる俺もほんまに。いや、綺麗事言うの好きちゃうんですよ、私ほんまは。好きちゃうんですけど、まああれですよ、中国がね、こういうね、なんかいやらしい嫌がらせをねしてるんやったらね、そんなあれな、できることがあればね、やるべきやと思うんですね。助けられることがあれば助けるべきであって、まあパイナップル買うぐらいで済むんやったらですね、なんかこうたらええやん日本人と思います。で、中国って本当にこういういやらしいことやってくるわけですよね。かつてその10年ぐらい前、民主党政権の時に、菅直人の時にですね、尖閣で海上保安庁の船にぶつけてきた漁船の船長を逮捕したらですね、それを返済せ、返せって言って、もう不当な圧力をいっぱいかけて、日本から向こうに進出するイオンとかって、焼き討ちの略奪には劣るわけですね。で、向こうの警察はそれを見て見ぬふりをするというか、もう黙ってその見過ごしてるという。それで、レアース売ったらへんとかって言い出してですね。そういう、すぐにね、そういうね、なんかね、子供の喧嘩みたいなことをね、仕掛けてくる国なんですよ。だからね、いつも言うんですけどね、もう、ぜぜひひでお付き合いをしてね、深くコミットしない、のがもう一番なんですよ。で、向こうに焦ったは持たない。工場の進出なんかしない。してるんやったら、もうなるべく平穏に引き上げてくると。そういうのがもう一番でございますね。でもうすでにね、そういうね、魅力的な国ではなくなってるんですよ。賃金もだんだん上がってきて、でちょっとなんか言うたらですね、当局から介入があってですね、給料上げろとかって言われてですね、ビジネスができにくい環境にある。まあそれでもね、14億人の人がおってね、ある程度物を買うてくれるんでね、我慢しながらやってるっていうのはね、やったらええやんと思いますけど、やったらもう別にね、アセットは全部引き上げてね、物買いたいんやったら買うてあげんでって。で、もう品は出すけども、もう現地に人は置かんぐらいの、もうそれくらいの、なんていうかな、交流というか、まあ、関わりにしておけばいいんだと思いますよ。このややこしい連中なんやからね。なんか、ほんで政治がふっとこう動いたりして、例えば尖閣で何かあったりとかしたら、もう叩き壊されるわけですよね。その工場から何から。だからね、もう本当にぜぜひで限定的な関わり、ものを、ね、買うんやったら買うてくれたらええやんって、お前こっちで品出して、もうあとは知らんよと、現地のエージェントを雇って、雇わんっていうか、エージェントと契約して、エージェントに出すように、そういう関わりにとどめるべきやと思うんですね。
出ないとこやってね、えらいパイロットプル買うたらへんとかね、すぐそういうことを言い出すわけですから、もう、なんていうか、大人の付き合いができない相手なんですよ。大人の付き合いはできないけども、なんかお金だけは持ってるという、まあ、厄介な連中なんですよ。だからそこをね、十分にね、わきまえてね、お付き合いをしたい、にしなあかんというですね。で、こんなことがあったらね、我々は積極的に価値観を共にするね、台湾をね、助けてあげたいなと思うわけです。ですんで、台湾のパイナップル、オーストラリアやったら牛肉とかね、ワインとかね、そういうものはね、皆さん買いましょうね。それで、あの国の嫌がらせというものに立ち向かうと。で、なんかで日本困ったらね、助けてくれるんですから、そういう国は。ということでですね、このザクザクの記事は多分大丈夫だと思うんで貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。